ゆっくりしていってね。皆様こんにちは。今回は状況をより分かりやすく伝えるために文字ではなく声での状況説明を中の人に代わってさせていただく美咲です。よろしくお願いします。一応中の人は自ら実況しようと試みたみたいですが、想定した気持ち悪さをはるかに超える自分の声に悪感を感じたために断念した模様です。現在はご覧のようにカンパニエが終わったのに直前の戦闘で石化をしてしまう攻撃を食らってしまったため動くことができず、強力なモンスターが徘徊する中放置プレイを食らっています。毒などのスリップはカンパニエ終了時に治癒するのに、石化などはそのままとか、バカなの？死ぬの？死ぬよ。え？友よ？違うよ、死ぬよだよ。死んじゃうんだよ。ほら、空を飛んでるアンフィプテレが、こっちに向かってきてるよ。ヒットポイントが黄色いかだとすごい勢いで見つかるよ。ああ、焦ってケアルエーション中断しちゃって、完全に死ぬパターンだね。ひどい。生還できると期待させておきながら、殺すなんて。おい、この拠点の周りを徘徊するようにしたやつ。まあまあ、愚痴はその縁でやめて楽しく。機械音声丸出しは、黙ってろ。でも、すみませんでした。衛星兵の、地獄絵図日記。この時は、カンパニエが、終わったと思ったら始まっていたので、アライドタグをもらいに審査官のところへ向かっているところです。ガルカを抜けたら、そこはアンフィプテレの餌場だった。あ、赤エルタグ受ける前に殺された。しかもレベルダウン、レベルダウン、交代とりあえず交代って、はぁ？2匹目来た、2匹目来た。こいつ、行動範囲外まで来ても消滅しないんだが？セルビナ前のボギーってレベルじゃねえぞ。むむむ？あ、スネークかっこ仮名かっこ閉じる絡まれた。スネークが、スネーって叫んでる場合じゃない。インビジインビ、いや違う。救援だ、さっきのインプ救援。先ほどの映像の45分後です。カンパニエも終了し、自国に戻るため、審査官のところへ向かう帰り道です。どうやら、リレーズあるみたいですね。むむ、誰かと鉄よ巨人に絡まれましたね。でも、今気になるのは、救援で死にかけているこいつです。日頃の恨みを晴らすには、多少の被害が必要なのは、仕方が。あれれ、実況プレイ動画なのに誰も喋ってないよ。ではここからは私が。回音声丸出しは、黙ってろ。さて、このアンフィプテレ、一番の特徴と言ってもいいのが、今使用した TP 技、リービングウィンドにあると思います。どういった技かは、言葉で説明するまでもありません。そこのポコジャカポコジャカ吹き飛ばされているサムライエルが、すべてです。おそらくさっき巨人に絡まれてた人も、吹き飛ばされた先で襲われたのでしょう。サムライエルブアーンは壁を背にしているので、その点安全ですが、もしアンフィプテレのタゲを取った人が壁を背にしていなかったらと思うと、鉄人の…ほんと、触らぬ神にたたりなしですよ。レイズすることだけを考えて、ヒーリングしていてよかったです。ああ、アンフィプテレご一行様、お帰りなさい。あら、またお出かけになられるのですね。行ってらっしゃい。僕たち、私たち、なぎ倒されました。いやー、本当にもう、This place is hell。あらあら、誰かと鉄よインプに絡まれましたね。これは二次災害を避けるために東の方へって、打白の群れがこっち向かってきてるんだが、
あ、壁のエフェクト、またこいつかよ。もう名前も呼びたくないよ。というかあれ絶対壁際にいる人を襲いに舞い降りてくる。地獄だ、地獄の幕開けだ。ちなみにインビジしてますが、効果があるのは通常モンスターのデーモンだけですって、そのデーモン救援、救援、断言できる、誰も助けないと。いや、みんな生きるのに必死でそれどころではないと。ちょっちょあ、こっちくんなこっちくんな。いやー、本当におぞましいですね。それでは、第1部を、ここで終了いたします。引き続き、第2部、ザルカのドリブラー、アンフィプテレ編を、お送りいたします。なんということでしょう。屈強なガルカモンクが、弾き飛ばされ、木の葉のように舞っています。こんな恐ろしい攻撃は絶対に食らいたくないですね。ほんと絶対に、食らいたくなかったです。はぁ、早く殺せよこの、野郎。おっと失礼しました。でも、何いきなりリーディングウィンド発動してるんですか？私を殴った一撃で特殊技発動とか、一体何人殴って何人殺してその TP 貯めたんだって話ですよ。これはもう完全にカンパニエバトルを無力化、プラス精神的ダメージで、諦めの境地。よし、決まった。それではご覧ください。右に見えますのがトテツヨデーモンでございます。そして中央付近に見えますのがトテツヨインプってあれ？こんなとこで死んだらやばいマジやばい。Uターン。こんな時に NPC はシャドウソウルと戦闘中か、ピコーン、そうか、NPC が戦っているから拠点は逆に安全、ふわははは、ふはははははは。もう、余裕のよっちゃんですよ。打破が1匹、2匹。って、なんでやねん。おいこら、戻らせろ、くそ、このまま人がいる方に吹き飛ばされて死んだらただの MPK 野郎として死んでしまうんだが、引きずり回された挙句、そんなこと許しませんよ。落ち着け、落ち着くんだ。そう、今考えることはただ一つ、どこで死ぬかだ。あ。1分に及ぶ引き連れ回し、これにて終了。お疲れ様でした。人がいっぱい、モザイクいっぱい。そうです。パーティーを組んでいます。アンフィプテレを、やらないか、と誘われたので、入ってみました。構成は、レベル75の、ナイト、赤魔導士、私白魔導士、もう一人白魔導士、絡まれたインプと共に現れた黒魔導士、そしてリーダー獣使い、レベル59、レベル59であります。凄まじい安定感と凄まじい通常攻撃力のなさを補うこのパーティーの明るい希望は、吹き飛ばされてもけなげに立ち向かうキャリーです。キャリーかわいいよキャリー。おっと、説明している間に死んでしまいましたね。まあ、よくある中だるみですよ。復讐もしたことですし、気分を変えて他のエリアにでも出かけてみましょうか。気分は雇用手だー。とやー、どけどけどけー、雑魚がいるかとかなどどうでもいい、今目の前にいるやつをやる。ふはは、新宅暗殺隊隊長ムーブッシュ、運が悪かったな。覚悟するがよい。今あの世へ。ここまで死亡集。ここから普通の日記編。あれれ？また死んでますね。でも注目するところは、そこではありません。これこれ、この段差です。そうです、他の人から見た視覚で死んでいるんです。終わりましたね。段差といえば、メリファト山地で戦っていた時のことです。最短距離で敵を追いかけようとして、みんな同じように段差に引っかかっていました。見えない道が、そこにはあった。ちなみに現在のヒットポイントは1460前後と高くして安全を確保しています。これだけあれば、シャドウウィングに近づいても大丈夫。カイルファイルさん、ティターニアさん、お疲れ様です。とどめは私がいただきますね。そんなこんなで、白魔導士の私としては、進行時の評価は相性が良く、お気に入りです。ゆっくりさん、レイルナーですよ。だから機械音声丸出しは、ってなんだと？どうやら、わざわざ拠点を一周してきて、その結果見つけてもらえたみたいですね。神？
いわゆる、ゴッド。それでは、最後はザルカバードの風景とともにお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。空耳ですよ。